ゴロゴロ鳴ればいいよ。雷の音なんかもう怖くないしね。なんてったってこっちにはミユの歌があるんだから。ミユと自然現象を勝手に勝負させるんじゃないわよ。いやいや、最初に戦い出したのはミユだし、見事に勝ってみせたじゃん。私はただ歌っただけですし。それでもこうして不安を吹き飛ばしてくれたんだ。つまりミユさんの歌はすごいってことだよ。なんだか恥ずかしいです。でもさすがにミユばっかりに任せてちゃダメだよね。私たちも嵐に立ち向かわないと。ほら、椿も葵もみんなで歌えば怖くない。みんなでって、そんな子供みたいなこと。ちょいちょい、何言ってんの。さっきはめっちゃかっこいいセリフ言ってたくせに。燃え尽きるまで付き合ってもらう。だっけ、そんな感じのこと言ってたじゃん。あれはミユの歌に当てられたっていうか。へえ、なるほど。椿ともあろう人がミユの心を込めた歌へのお返しをしないんだ。今度は椿が歌でミユを元気づけてくれると思ったんだけどな。まったく下手くそな煽りだこと。でも上等じゃない。そこまで言われたら歌わないわけにはいかないわ。それでこそ椿。なんだかんだ言っても椿とリカさんは本当に仲がいいんだな。葵、あなたも変な顔してないで準備して。え、準備？当然でしょ。私たちはロンドなんだから。行くわよ。どうかしら、これが私の歌よ。うわー、すごい、椿のアカペラマジ鳥肌もんだよ。葵さんのコーラスも素敵で私感動しちゃいました。でも自分たちの持ち歌はずるいよ。そんなの聞かされたら上がるに決まってんじゃん。それを言うならミユだって自分の持ち歌を歌ってたじゃないの。やっぱり体に染み込んでる曲なので。というわけで次はリカの番よ。もちろん持ち歌も歌って問題ないわ。あれだけ私を煽ったんだから、あなたも素晴らしい歌を聴かせてくれるのよね。椿、かなり根に持ってるな。組むから。ちょっと何よそれ。椿だって葵と歌ったんだから、私もミユとデュエットしても問題なし。ミユを元気づける歌なのにどうして本人が歌うことになるのよ。ミユもおかしいと思うわよね。楽しそうだから私も混ぜてほしいです。本人の了承ゲットしました。それじゃユニット結成。ついでにこっちは形からも入るよ。はい、ミユ、おしゃもじ持って。え、これはマイクだよ、マイク。それじゃ思いっきり歌って踊っちゃうよ。は、はい。くっ、何よあれ。椿、二人のダンスに不満でもあるの？その逆よ。たどたどしく踊るミユ、可愛いじゃないの。まったく、ずるいのはどっちなんだか。リカさんのノリと勢いにはやっぱり誰もかなわないのかもしれないね。イエーイ、まだまだ行くよ。